观众朋友大家好。2020年夏のアメリカは暴動に悩まされてきました。黒人男性ジョージ・フロイド氏が偽札しようとして警察に通報され、白人警官に頸部を押さえつけられ死亡したことをきっかけに、ブラック・ライブズ・マターが勃発し、アンティファなどの暴力グループが全米で破壊行為や強盗を行ってきました。この時期のアメリカは文化大革命が巻き起こった1966年の中国を彷彿とさせるものです。あるツイッターユーザーは、オバマ氏の娘マリアがアンティファと一緒に路上にいる様子を撮影した FBI の監視ビデオを投稿しています。さらに彼女だけでなく、ニューヨーク市長の娘やミネソタ州の刑事総長の息子もアンティファを支持しています。ツイッターでは、この暴動の後ろ盾は誰か明らかにすべきと綴られました。しかしながら、これらの投稿はすぐに削除されました。実際 BLM 運動はオバマ政権の時期に起こったものです。今年7月、在米経済学者時事評論家のカセーレン氏は、アメリカの文化大革命の背後にあるマルクス主義の妖怪 BLM という記事の中で、オバマ氏の黒人マルクス主義者及び毛沢東支持者としての本質を明らかにしています。2020年6月1日、全米で BLM 運動がエスカレートする中、オバマ氏はこの瞬間をいかに最終勝利に導くかと題した書簡を発表し、時代の変化は新世代の活動家にかかっていると後押ししました。書簡はそれまでの空虚な演説とは異なり、具体的な改革の方向性を示しています。現状の刑事司法制度では、人種的偏見の問題が再発していることから、抗議や選挙による改革に焦点を当て、州や地方レベルが最も重要な足がかりとなると指摘しています。オバマ氏の言論が示すのは他でもなく、無秩序な暴動への道です。それが後の警察予算の削減というスローガンにも反映しました。6月23日、BLM 運動の共同発起人の一人、アフリカ系アメリカ人のパトリス・カルロ氏はテレビ番組で、中心メンバーが十分に訓練されたマルクス主義者であり、後の大統領選でトランプ氏の再選を阻む目標を認めています。また、バイデン氏が選挙に勝てば、バイデン氏に警察関係の刑法改正を求めるそうです。6月24日には、ニューヨーク市の BLM 運動のリーダーのホーク・ニューサム氏も、アメリカは私たちが望むものを与えてくれないならそれを破壊すると公言し、イエス・キリストは歴史上最も有名な黒人の急進的革命家です。私は何としても黒人の解放と黒人の人権保護を達成したいだけと付け加えました。2015年、カルロ氏はラジオネットワークの報道番組民主ナウのインタビューを受けました。そこでカルロ氏は、国内テロリストのエリック・マンが運営する労働者コミュニティ戦略センターで10年間の訓練を受けたと述べ、同センターを随一の政治家養成所と呼んでいました。このマンはテロリスト集団ウェザーマンの主要メンバーであっただけでなく、1968年には左翼運動の中心人物でした。マンは警察署や政府の建物を爆破したことで有名なマルクス主義者ビル・エアーズと同組織で活動していました。1995年から1999年までオバマ氏はシカゴ・アネンバーグ・チャレンジと呼ばれる教育財団を率い、2001年まで取締役会理事を務めました。 CAC に関する資料によると、エアーズはオバマ氏と同教育財団のパートナーであり、政治家としてのオバマ氏のブレーンでもあります。両者の関係は、オバマ氏が1995年34歳の時に初めてエアーズの自宅で行われた集会に参加した時に遡りますが、2008年の大統領選挙では、オバマ氏はエアーズの過激な政治的傾向や国防総省や警察署爆破を計画した前科を配慮し、エアーズとの関係をお隣さんとし、
意図的にぼかしました。1944年生まれのエアーズは、1960年代に資本主義打倒とアメリカの終焉を目指した共産主義革命集団ウェザーマンの創設者でありリーダーです。ベトナム戦争への反対を名目に、ウェザーマンは1960年代から1970年代にかけて公共の建物などの爆破事件を起こしていました。1966年に中国で文化大革命が勃発すると、共産主義思想が世界中に広がり、左翼運動も盛んになりました。その中で1968年のパリでの5月危機、アメリカでは反戦運動、日本では赤軍の事件などが挙げられます。一連の左翼運動がやがて終わりますが、今度は学生運動の参加者たちが大学や大学院に進学しました。後に教団を占拠して反対派を排除しながら共産主義予備軍を養成し、多くの大学を左翼育成の拠点にしました。エアーズもその一人でした。彼はアメリカの学校教育の左翼化を主導しただけでなく、前景の CAC 左翼の人材育成組織などを立ち上げ、それらをベースに活動を展開していました。例えば当時 CAC は左翼活動者などに1億ドル以上を投資していました。ウィキペディアによると、エアーズはアメリカの基礎教育理論家で、イリノイ大学シカゴ校教育学部の元教授、教育学における上級学者でもあるそうです。一方、彼がこれらの華やかな肩書きの下で、赤い悪魔、邪悪な共産主義の精神をアメリカの教育システムに浸透させ、いわば制度内の調整を成功させた邪悪な共産主義者であると誰が知り得たのでしょうか。しかし、エアーズの最大の功績は、キングメーカーとしてオバマ氏をアメリカ大統領に推し進めたことでしょう。エアーズの内輪では、オバマ氏が彼の親友であることは誰もが知っています。オバマ氏はエアーズとの関係を意図的に隠していたにもかかわらず、2008年の大統領選挙の1ヶ月以上前の9月23日、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、オバマとエアーズは過激派を学校に送り込んできたという記事を掲載し、オバマ氏がエアーズとの密接な関係を2冊の自伝とも意図的に隠していたことに言及しています。大統領になってからのオバマ氏のますます左寄りの政策に危険を感じ、エアーズとオバマ氏との直接の関係を暴露し続けた者がいました。ビル・エアーズはこうして始めたのではないかというタイトルの記事では、1969年以降のエアーズによる一連のテロ活動について、警察官の殺害、死傷した警察官に捧げられた像に爆弾を仕込んだり、国防総省やサンフランシスコ警察署などの公共施設に爆弾を仕掛けたりしたことなどが記されています。エアーズの影響を受け、黒人版マルクスと呼ばれたオバマ氏は、ホワイトハウスの最初のクリスマスツリーに毛沢東の肖像画を掲げました。暴力革命を謳う BLM 運動を支持したことで、アメリカの人種対立を悪化させました。またオバマ氏は性別多様性を提唱し、学校で男女兼用トイレの指針まで通達させました。さらにオバマ氏は2020年にはアメリカの大統領選に干渉し、元大統領は選挙に干渉しない慣行を破りました。また2009年2月にオバマ氏が国民の一律保険制度オバマケアのキャンペーンをしていた時、ニューズウィーク誌の表紙は、我々は今皆社会主義者だと直接宣言していました。オバマ氏は2008年の選挙で反対派から社会主義者と呼ばれ、キューバの指導者カストロからは同志と呼ばれ、ベネズエラのウゴ・チャベス大統領もオバマ氏に、さあ一緒に社会主義をやろうぜと冗談交じりに述べていました。オバマ氏が就任後に講じた改革措置の中で、ゼネラルモーターズの破産保護と金融機関の改革も全てその社会主義的特徴を持っていました。 GM の筆頭株主が政府や組合となったことは、
アメリカの資本主義精神を象徴する企業がその反対の国家人民公社的企業となってしまったことを意味します。また当時大統領だったオバマ氏は連邦準備制度理事会を超規制機関にしようとしていました。大規模な金融機関に対する監督を全面的に強化し、従来の規制当局を超える権限を持つ新たな消費者金融保護庁を創設する予定すらありました。このアプローチは他でもなくマルクスの教義に沿ったものです。アメリカの雑誌フォーリンアフェアーズはマルクスが共産主義宣言で資本主義における金融危機に触れ、それに対する処方箋が金融市場の国有化、国有銀行に貸し付けを一般化することとの内容を紹介しました。オバマ氏はそれを心得ているようでした。オバマ氏の最も社会主義的な特徴が現れているのはオバマケア、健康保険改革です。民間保険会社と競合する政府運営の公的健康保険プログラムを創設することで、すべてのアメリカ人が健康保険を手頃な価格で利用できるようにすることでした。民間の保険会社が公的医療保険と競争すれば、より誠実な保険会社になり保険料を下げることができるとオバマ氏は述べています。つまりアメリカは政府の力を使って誰もが健康保険に加入できる社会を構築しているのであり、それは誰も食べるものがあり着るものがあるという社会主義の理念に完全に合致しています。しかし社会主義国にいた人なら誰でもわかるように、これらビジレイクはどれも有害な嘘です。良さそうに聞こえますが、実際に政策として実施されていく中で真逆の結果をもたらすのです。それは人間は神ではないので、その本性で自己を優先するから、平等主義的に鍋料理を振る舞った結果、皆の食べるものがなくなり、三人の僧侶が水を汲む話と同じです。表面上は誰もが平等で貧富の差もないが、最終的には誰も働かず、皆が同じように悲惨な生活を送ることになります。今年、BLM 運動が正式に動き出す前に、ウイルス対策が民主党の看板となり、バイデン氏が伝染病と戦うための唯一の選択がスローガンとなりました。BLM 運動が街頭で乱暴、破壊、略奪を行うと、ほぼすべての専門家やメディアは彼らの革命的な運動を非常に重要なものとして取り上げ、ウイルス対策のためのソーシャルディスタンスは当分の間は無視しても構わないと述べます。殴打や破壊が横行し、火を放ったり略奪に走ったりなどの彼らの戦略が大多数のアメリカ人に支持されていないことがわかるや否や、民主党は再びウイルスを使い始め、失業率の悪化を持ち出してトランプ政権を潰すために、民主党各州に経済の再開を11月の選挙後まで遅らせるように公然と呼びかけました。前傾のカセーレン氏は記事の最後で、アメリカの政治状況は非常に危険で、2016年のようにトランプ氏が必ず勝つとの保証がありません。極左民主党が勝ってバイデン氏のような操り人形が大統領になれば、アメリカは間違いなく落ち込んでしまうでしょうと述べています。ディストピア小説の1984や動物農場は共産主義をこのように描きました。一見万人に対する平等に見つけ方農場で、特権を持つ指導者が働かずにただ他人を監視し、毎日牛乳が飲めてリンゴが食べられる高貴な豚になります。それが共産主義というものです。オバマ氏は退任後もワシントンに残った唯一のアメリカ大統領であり、多くの人々が彼が主催する秘密の集会は全て復帰に向けた反撃の機会をうかがうものではないかと推測しています。トランプ氏は大統領になってから財産が45億ドルから24億ドルにまで激変し、4年間で20億ドルの損失となり、大統領としての年俸をわずか1ドルしか受け取らなかったに対して、オバマ氏が大統領になってから彼の財産は30倍に増えていました。あるネットユーザーはこう述べています。オバマ氏のトランプ氏嫌いは不思議ではない。トランプ氏は
オバマ氏の家族や関係者24人が持つ20年分の休暇特権に待ったをかけたからです。オバマ氏は在任中にこの休暇特権を正当化し、2036年まで合計20年間、24人の費用と賃金はすべてアメリカ国務省の大統領訪問休暇局から支払わせています。税金で支払われる額は合計21億ドルにも上がります。このことはトランプ氏が外部から雇ったホワイトハウスの正規職員によって発覚され、トランプ氏に報告されました。トランプ氏はオバマ氏の家族に対するこの巨額の支出に待ったをかけただけでなく、オバマ氏が国務ではなく個人的目的のために使った分の請求書をオバマ氏に送ったそうです。さらにオバマ氏の義母も毎月1万3000ドルの年金を受け取っており、これは死が来るまで続くのです。これらは最悪の事態のいくつかであり、トランプ大統領が真実を明らかにし罰を与えるべきだと思います。11月21日、オバマ氏は ABC ニュースの番組でバイデン氏が次期大統領であると主張し、トランプ氏がホワイトハウスを離れたくなければアメリカ海軍特殊部隊によって排除される可能性があるとジョークを飛ばしました。しかしこれは元大統領によるジョークではなく、現職のアメリカ大統領に対する公然とした脅しのように見えるというのが一般的なコンセンサスです。今大統領選の戦いの最終段階に入っています。トランプ氏の弁護団が立ち上げた一連の訴訟と並んで、トランプ氏は2020年の選挙で不正行為を調査する特別検察官を任命すると発表しました。大紀元の特集記事では、トランプ氏が選挙に勝つための方法などを分析しています。トランプ氏の弁護団に対する妨害が続く中、多くの人々がトランプ氏に戒厳令を宣言して、軍事統制を課す大統領特権を行使し、不正行為に関与した者やその背後にいる者を捕らえるよう呼びかけています。しかしながら最も逮捕すべき者にオバマ氏の名前はあるべきではないでしょうか。好、感謝收看本期节目、下期我们再会。